私は森本葵、27歳。社会人になって知り合った営業部の高幸さんと付き合い始めて2年。互いの両親への挨拶も済ませ、現在結婚に向けていろいろ準備しています。幼馴染の夏美には二次会のパーティーの幹事をしてもらおうと思い、最近はよく高幸さんを含めた3人で飲みに行くことが増えていたのですが、葵、今ちょっといい？忙しいかな？ううん、大丈夫だよ。どうしたの？あのさ、葵の結婚式のことなんだけど、うん、私多分出られないと思うんだ。どうして？何かあった？何かあったといえば、あったのかな？仕事が忙しい？それとも体調？どっちも外れ。じゃあ、何？私の式、あんなに楽しみにしててくれたじゃない。まあ、以前は楽しみにしてたけどね。以前は？どういうこと？私が出ても仕方ないと思うんだよね。なんでそんなこと言うの？だってきっと結婚自体なくなると思うよ。高幸さんも出ないと思うし。え？高幸さんは新郎だよ。出なかったら始まらないじゃないの。うん、だから始まらないって言ってんの。意味がわからないんだけど。嘘でしょ？こんなにわかりやすく言ってあげてるのにわからないの？葵、大学まで出たのに全然賢くないのね。だって高幸さんが式に出ないとかおかしな言い方。おかしくないでしょ？本当のことよ。何か言いたいことがあるならもっとはっきり言ってよ。一体何なの？さっきから。葵があんまり傷つかなくて済むようになるべくソフトな言い方にしたんだけど、そうだよね。きっぱり言われなきゃわかんないよね。あのね、高幸さん、葵より私と一緒にいたいんだって。え？二次会のサプライズの件で何度か高幸さんと会ってたでしょ？その中でなんだかね、自然にね。自然にって夏美、何言ってるか分かってるの？高幸さんは私の婚約者だよ。そうよね。どうしてそんなことになるの？分かっていたのに、なんで？分かっていたって抑えられなくなることもあるのよ。男と女なんだから。最初は酔った勢いみたいな感じだったんだけど、2回目以降は会えばそういうことになるのが当たり前になっちゃってね。なんかね、すっごい相性がいいのよ。イライラとね。ひどい。夏美、本当にひどいこと言ってるんだよ。そうだね。そうだねって、そんな軽い話？だからさ、男と女なんだよ。しょうがないじゃん。夏美ってそんな人間だったんだね。幼馴染でずっと大切な友達だと思ってたのに。あら、私も思ってたわよ。そして今でも思ってるわ。高学歴、高収入、高身長のイケメンなんてめったにいないハイスペック男を私に紹介してくれたんだもの。そういう意味で紹介したわけじゃないけど。まあそんなことくどくど言っても高幸さんは葵のところには戻らないよ。すっぱり諦めてね。高幸さんに夏美とのことを確認してみたところ、すぐに認めました。そればかりか夏美の方が好きだし、性格も考え方も合うから別れてほしいと言い出したのです。どうやら夏美があんな連絡をよこしたのは高幸さんと話し合って決めたことだとも言われました。結婚する前に高幸さんの正体が分かってよかったのかもしれません。高幸さんと私は婚約を解消し、式場のキャンセル料と慰謝料を受け取りました。半年後。葵、葵ってば。今さら何？あー、返事来た。よかった。なかなか既読つかないからブロックされてるのかと思ったよ。ブロックしたつもりで忘れてた。これからブロックするわ。やだ、そんないかにも言われたから思ってもいなかったけどブロックちゃうみたいなノリやめてよ。夏美からの連絡はもう本当にいらないから。もうだからそんなこと言わないで。元気にしてる？あー、元気なわけないか。高幸さんいなくなって寂しいもんね。
別に寂しくないけど。無理しなくていいわよ。あんないい男に捨てられたら次の男なんて簡単に見つからないもんね。そりゃ寂しいわよね。本当に寂しくないんだよね。嘘ばっか。こんなこと嘘ついても虚しくなるだけじゃない。なんで寂しくないのよ。なんでだろうね。で、用事あるんじゃないの。何？そうね、私ね、高雪さんと結婚するから。再来月結婚式なの。そのお知らせ。あ、そうなんだ、おめでとう。え、あっさりしすぎじゃない。高雪さん、私と結婚しちゃうんだよ。いいの？うん。なんでよ。だって私と高雪さんはあの時に完全に別れたんだから。私はあんな風に別れた男をいつまでも引きずるほど執念深くないよ。信じられない。その程度のもんなわけ。バッカなんじゃないの。そうだね、バッカなのかもね。嫌なことはサクッと忘れられる程度にはバカなんだわ。多分そうなのよ。あんたみたいな薄情な女と付き合ってた高雪さんがかわいそうだわ。私が絶対に幸せにしてあげるんだから。そっか、そうだね、そうしてあげて。高雪さんは幸せ者だね。何その言い方、すっごいムカつくんだけど。あ、ごめんね、私バッカだからさ、そういう言い方しかできない。葵に招待状送って悔しがらせてやりたかったのに。私に招待状送るつもりだったの？さすがにそれはどうかしてない？取った側が取られた側を招待するなんて非常識だよ。一人者で寂しい葵に幸せのお裾分けって思ったのよ。私たちの幸せの様子を見たら葵にも新しい幸せが来るかもしれないじゃない。いやいや、そんな歪んだことしてくれなくても私は今十分幸せなんだよね。そんなわけない。葵は不幸なの。そうじゃなきゃいけないの。夏美と高雪さんの結婚式の招待状は本当に送られてきましたが、私はもちろん欠席で返事を出しました。夏美のことはあの後ブロックしておいたので、何らかの連絡をよこしてきていたかもしれませんが、目にしなければ気にもなりません。あんな戦いきがあったとはいえ、一応幼馴染ですし、幸せになってくれたらいいなくらいには思っていました。3ヶ月後。ちょっと葵、一体何なのよ。え、誰？夏美？どうして？私ブロックしたはずだけど。どうしても葵と連絡取りたくて ID 取り直したの。なんでわざわざ？だから連絡取りたかったの。直接家に行ったら引っ越してるし、実家に行ってもおばさんが冷たくて引っ越し先教えてくれないから、私も必死なの。何があったのよ。どういうことなの。だから何がよ。今は新婚ラブラブな時期でしょ。私に連絡する必要なんかないんじゃない。また自慢でもして悔しがらせたかったってやつ。そんなんじゃないわよ。だったら何よ。私暇じゃないんだけど。あんたの都合なんかどうでもいいのよ。へえへえ、そうですか。で、何でしょうか、夏美奥様。ふざけてんの。ふざけてないけど、めんどくさいの。あんたのせいで私が困ってるのにめんどくさがるとかひどすぎない。何が私のせいよ。あんたが高幸さんと付き合ってて私に紹介したりしなかったら、私はこんなことになってないんだからね。夏美と付き合うようにって紹介したわけじゃないよね。私勝手に盛り上がって勝手にくっついて私から取ったんだから、それ以降は知ったこっちゃないよ。いや、あんたが悪い。全部あんたのせい。知らないよ。夫婦がうまくいってないとかで切れてるんだとしても、私に八つ当たりしないでよ。八つ当たりじゃない、これは正当な怒り。そう思ってるなら理由を言いなさいよ。高雪さんってパツイチの子持ちなの。ああ、そのことね。そうだよ。しかも3人もいて養育費10万も払ってるし、財産分与もしちゃったから貯金もゼロだし。そうだね。そんなに払ってたら暮らしていけないじゃない。いや平気でしょ。高雪さん手取り30くらいあるから、10払ったって20あるよ。そんなんじゃ専業主婦できない。ああ、確かに専業は無理かもね。
あんた月20でどうするつもりだったの？普通に働くつもりだったよ。信じられない。結婚したのに働くなんて。旦那さんの収入だけでやっていけないなら働くのは当たり前なんじゃない？そんなの負け組。高収入の男をつかんで専業で贅沢したいの。だから高幸さんを奪ったのに。働かなきゃいけないなら無駄な労力だったわよ。高幸さんが10万も養育費を払ってるってなんで教えてくれないのよ。結婚するまでに夫婦と話すことで私には関係ないでしょ。あんたが黙ってたからこんな男と結婚しちゃったんだからね。責任取りなさいよ。知らないわよ。高幸さんがあんたと別れた時に払った慰謝料返しなさいよ。あんたに詫びる必要なんかないんだから。高幸さんの事情はちゃんと確認しなかった夏美が悪いの。私に責任は一切ない。冗談じゃないわよ。私に苦労させる男なんか紹介しやがって。絶対に訴えて慰謝料を取ってやる。この後夏美は本当に私から慰謝料を取ろうとしたみたいですが、できるはずもなく、華やかな結婚式を挙げてしまったプライドもあるのか、離婚することもできず、専業主婦を諦めてスーパーマーケットでレジ打ちのパートを始めたようですが、その後に高幸さんがキャバ嬢に入れ上げて500万貢いで借金だらけだと判明したみたいです。さらに夏美自身にも買い物しまくって作った300万の借金があったことが分かり、レジ打ちパートだけではどうにもならず、夜の街でも働くようになったそうです。結婚して専業になって贅沢したいとは、自分の借金を金持ち旦那に払わせたいってことだったんですね。私は高幸さんとの婚約解消後に知り合った取引先の男性にプロポーズされたのですが、ご実家にお邪魔したらとんでもない資産家で、彼は将来の後継ぎだと分かりました。思いがけない玉のこし婚となったのですが、私は子供ができるまでは働くつもりです。スカッと。